どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日は、今度ウクレレ、ガズのわがままウクレレに関する、お知らせがございます。ホームページで、この、今ね、ありがたいことにこう、次予約注文できますよってやったら、もうすぐ2日3日ぐらいでその用意した分は、皆さんに ご予約いただいてるってことになってます。で、つまりですね、今ホームページに行くと、売り切れになってるんですよ。で、うわーっていう声もいっぱいいただきまして、次いつ入るんですかとか、どうしたら買えますかってすごく質問も多いので、いいシステムを作りました。ですね、ホームページのウクレレの、ガズのわがままウクレレのところに登録していただくと、次にいつ、その予約情報が入ります。次の入荷はいつですっていう情報が受け取れるっていうボタンを作りました。まず、ここね、ここ。ここで見てください。ガズのわがままウクレレのホームページの1枚です。はい。今からそこに実際行ってみようと思います。このリンクですよ。まずこれガズレレホームページに行ってくださいね。ここはみんな見てるよね。ここ見たら一番、すごい何回見ちゃった。ここ見ると一番わかりやすいんで、いろんな情報とかね、YouTube のあのやつも載ってるんで、ここを見てもらいたいんですけど、まあ、このスクロールして、まあ、すぐここにあります。ガズのわがままウクレレ。はい。っていうところがあるんです。これスマホでもすぐ出てきますからね。ガズのわがままウクレレ、ディッシュ 1SC、予約販売開始って書いてあるページ。ここをクリックしてください。クリック。クリックした。したら、このページが、このガズのわがままウクレレってどんなもんかってことが、すっごい詳しく書いてあるね。いいページなんですよ、これが。私の熱い思いとか、ベトナムで、今日も作業してるモジャ君の思いとかね。ほら、モジャ君、ここにいますよ、モジャ君も。はい、これが、どんな思いで、どんな感じで作られてるかって、こう、すごく細かく書いてある。で、まあ、そんなところの、見ていただいたところで、この赤いボタンのところ、これ下の方にもありますけど、ここ、押してもらうと、次のページに行きます。そうすると、ソプラノサイズとコンサートサイズ選べますよということになってます。両方ともピックアップ付きで、本当に高品質のウクレレ。今も大好評でも、本当にありがたい言葉もいっぱい伺っております。で、ここに、ほら、ソプラノの人はこっち側、コンサートサイズの人欲しい人こっち側って感じで、こう、クリックするんですよね。今ソプラノ押しました。そうすると次のページが立ち上がりまして、こんな風に進みます。そしてね、このまま下の方にスクロールして、ここです、ここ。ここのところにね、ちょっと今拡大しますよ。再入荷についてのお問い合わせを、ここをクリックしていただいて登録いただくと、次の入荷情報の時にお知らせが来るようになりました。でね、これね、皆さんにとってもね、欲しいなと思っても情報わからない、今、パッと見たらもう終わってるっていう方にもとっても情報が来るんでメリットあると思うんですけど、こっちのガズレレサイド、つまり、このガズのわがままウクレレを作ってるベトナムのね、スタッフとかは、並びに日本で動いてるこのGラボスタッフにとっても、この情報すごく大きくとですね、だって今、ソプラノピックアップ付きと、コンサートウクレレピックアップ付き、二つ、一応予定販売しているんですけど、どっちの方が、皆さんニーズがあるか欲しいのかが、ちょっと今の段階ではこっちが勝手に予想してやってる段階で用意してるんで、なんか、なんかね、ちょっとうまくいかないなと思って、それに登録してもらうと、コンサートが皆さん、ニーズがあるのか、ソプラノがニーズがあるのかっていうことがわかるんですよ。で、あと大体このぐらいの注文が入ってるから、このぐらいの、なんと仕入れをしようとか、こうペグとかも、とか、そんなこともね、含めて、いろいろちょっとやりやすいことが多いんで、しかも新しい情報がいつ入りますよって分かったら、ちょっとね、心の準備もできるかなということで、それ、情報が入るだけですから、買う買わないはその時に判断していただければいいわけですから。はい。そういうわけでですね、まあこのガズのわがままこれコンサートウクレレもね、やっぱいいんですよ、これ。普段はね、僕はソプラノを使いますけど、やっぱコンサートの方がね、音が大きいというかね、やっぱ。いいですね。まあ、こんな感じ。これもね、やっぱりね、単板のね、この木材のならでは。スパーンとこういきます。まあ、いつも言ってるんですけど、これは、引いて育てていくんで、来たその瞬間よりも、もう引き込んで、やっぱ自分のね、このエネルギーを注ぎ込んで、これが育ってくるんですよ。皆さん、そんなね、ジーンズとかレザーとか、そういうような感覚で楽器を育ててみる。このガズのわがままグルで、ぜひ、ご体感ください。お願いしますよ。このホームページのね、ウクレレのホームページ、もう一回貼っとこう。ここよ、ここ。見てください。で、一応、まあ、ホームページ皆さん見ていただいてるから分かってるとは思うんですけど、ガズレレのね、
このホームページ見たら本当いろいろ、YouTube のこととかもう何でもかんでもここに ありますからね。グッズもいろいろあります。こんな感じでいろんなもの売ってますから、もう最近はこれもキャップ売ってますしね。あ、こんないろいろたまにはちょっとホームページを見てくださいよ。よろしくお願いいたします。あ、そんなわけでございまして、本日はこれから、ララポート湘南平塚でガズレレ開催、それに向かってこれから出発します。で、明日は、ではごめんなさい、平塚、ララポート平塚はもうチケットソールドアウトなんですよ。申し訳ないっていうか、もう本当ありがたいですけれども、もし来てくださってもじゃ入れませんので申し訳ないです。はい、また次回行きますからね、よろしくお願いします。で、明日は、エビスガーデンホールで、サザンオールスターズの関口さん主催のクリスマスウクレレの、イベント、メレカリキミカというところで、まあ、キッズたちの講師として私もちょっとだけ出演がありますんで、そこら辺私もフラフラしてますんで、まあお時間ある方は遊びに来てください。盛りだくさんです。冬でもね、ウクレレはねもう関係ないですからね。はい、いろんな曲どんどん楽しくやりましょう。ありがとうございました。さよなら。